北県淵駅は北海道上川郡県淵町東本町にあった北海道旅客鉄道宗谷本線の駅である。駅番号は W41、電報略号は基地。一部の普通列車は通過し、2020年3月14日改正時点では折り4本、上り3本のみの停車となっていた。 1977年の北県淵池駅と周囲約900メートル範囲の状況。上が、名寄方面。駅の名寄側に12線道の踏切がある。上端は、県淵池川支流の犬牛別川。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成、県淵池の北方に位置するために、北を冠した。なお、所在地の、 藤本町は1908年に同地で農場を開設した藤本本蔵の姓による短式ホーム一面一線を有する地上駅。ホームは線路の東側に存在した分岐器を持たない防線駅となっていた。仮上工場に出事を持つ開業時からの無人駅でホーム北側の出入り口から少し離れた位置に待合所を有した。下見たばりの建物で一部劣化し、 途端が張られていた。ホームは木製デッキ式で、輪っかない方にスロープを有刺駅施設外に連絡していた。トイレはなかった。ホームの横には鉄道防風林がある。いわゆる秘境駅の一つに数えられた。1日の平均乗降人員は以下の通りである。農耕地の中に位置する。周囲の人家は3軒のみである。稲作地帯である。鉄道防風林と、 広大な田んぼが広がる、北県ぶちかり上工上に関するカテゴリー、ありがとうございます。